大谷静子です。朝の体重測定、朝の体重は 54.4、 昨日の夜の 55.5 から 600g 減りました。昨日の朝から比べるとマイナス 200g です。で、今日も朝トレ7時半コメントを見ながらやりました。こんな感じでコメントを読みながら、やっぱ朝に来る人と夜に来る人の層も違ってめちゃくちゃ面白いです。いつも参加してくれてありがとう。で、朝はこの中華風味の鶏肉ですね。筋肉食堂さんのデリの、デリってその配達してくれる冷凍のお弁当のことなんですけど、その鶏肉パックとか何々パックとかで5日分とかこう配達してくれるんですよ。それサイトで見てみてください。で、14時は鶏肉のネギ塩焼き。私が個人的に一番肉が柔らかい気がしてるのはこれで、でもジムのトレーナーさんにこう制限してると感覚が研ぎ澄まされてくるから、その食材の違いとかよく分かってくんのかもねって言われました。でもそれにしてもネギ塩焼きはうまいと思う。柔らかい。で、この日のお弁当が唐揚げとサバと私の好きなもんたちばっかだったんですよ。じゃあよく我慢した。後ろで食べてるのはみんなそういうのだからよく我慢した。そしてね、はい、プールです。このチャンネル初めて出てきました。私も4年ぶりのプールです。もう水着は10代の時から使ってたから、もうデロデロの水着使って、これ泳ぎ終わった後のやつなんですけど、1時間泳ぎましたね。泳いだ後にアミノバリュー飲んで、いや私プール大好きだから久々に泳げてめっちゃ嬉しかったです。で、帰ってきてプロテインで、今日からそのちょっと前にその置き換えプロテインをやってたんですよ。それをやってみようと思って今日から始めました。で、これはお風呂のねやつですね。はい、夜の体重測定です。夜の体重が 54.6 で 200g しか増えていなかったです。まあ運動したこともあるんでしょうけど、意外と増えなかったなっていうのがあって、でも水泳はもともと好きで、久々に4年ぶりですね。前回なんかダイエットいっぱいやってるか分かんないですけど、前回くらいにやったダイエットの時ぶりに泳いだんですけど、もう楽しすぎて、こんな楽しいことあるんだくらい無心で1時間泳いで、これで痩せるんだったら最高だなーくらいに思いながら泳いだんで、これ続けていけたらめちゃめちゃいい体になるんじゃないって思いました。で、結局割と食べた割に 200g しか増えなかったんで、やっぱ水泳っていいのかなーって。もちろん自分に合うスポーツあると思うんですけど、それがもし見つかったら嬉しいなって思います。で、明日は朝7時半から朝トレやりたいと思いますので、ぜひ参加できる方は一緒にしてください。皆さんもどんな一日でしたか？明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。